立川北駅ですね。ここから出発しますね。多摩モノレールでいろいろ多摩を巡っていこうと思います。多摩モノ12月号、今2021年の2月なんでだいぶ古いですね。まあいろんなおすすめのお店とかがあるんで、ここから回るのもいいですけど、多摩市を上下に南北に走る路線、それが多摩モノレールですね。多摩は東が東京なんで結構横へのインフラは整ってるんですけど、こう南北のインフラが、まあ、そこまででもなくて、南武線っていうなんかすごいゆっくりな電車があるんですけど、まあ、なかなか南北には行けないってことで多摩モノレールが作られたとは思うんですけど、多摩モノレールもゆっくりですね。モノレールなんで、でもいろんなところあります。セット券販売っていうのがあって、1000円で例えば立ち日のララポートの500円の商品券みたいなのがセットで、まあ、実質500円で1日乗れるよっていうのもあるんですけど、今コロナの関係で販売中止になってますね。しょうがないんで890円の1日券買います。1日券だと890円ですね。1万円。出発ですね。どっち方面で行きましょうか。玉川上水上北台方面と多摩センター方面がありますね。立川北は真ん中ぐらいですね。多摩センターの方行きましょう。不動着きましたね。ここモノレールで京王線の高畑不動とつながってるんですね。高畑不動尊はここですね。自然公園っていう大きな公園があるみたいですね。こっちの方行ってみますかね。他には若宮神社っていうのがありますね。行ってみます。駅降りてエスカレーターで降りれるんですけど、このショッピングモールみたいなところ通ります。せっかくなんで懐かしいですね。モノレール降りると3階ですね、まあ、喫茶店とか本屋さんとかがありますね。まだ降りない。京王アートマンもありますね。こっち行くともう京王線の方行っちゃいましたね。降りましょう。あ、いい天気。高畑不動尊の間までにいろいろあるみたいですね。こっちの道ではなくこっちの道ですかね。眩しいな。なんかこっからこのルートでこう行くと多摩動物公園まで歩いて行けちゃうみたいですね。こっちはバスがたくさん走ってますね。高畑不動尊参道入りましょう。テンション上がる。なんかカエルみたいですね。なんか古臭くするみたいですね。こっちも令和の時代にちょっと雰囲気を変えてみましょうって感じですね。
カフェデ団子、団子のカフェですかね。なんか面白そうですね。スルー四八天丼が450円とかですね。安いっすね。安い、450円から。うちのおそばも海運そばって書いてありますね。そして高畑不動尊に着きましたね。